はい、皆さん、ウルトラの相方へようこそ。今日はね、ちょっとね、特別なテーマでいきたいんですけども、はい、こちらです。ウルトラマンにふさわしい主人公をランキングで発表します。今日はね、こんな感じでいきたいんでお願いします。はい、ということでですね、僕個人的に思う、ウルトラマンの主人公、このキャラこそウルトラマンにふさわしい人物をですね、ランキングでちょっと考えてきました。でね、1位はね、もう揺るがなかったですね。あれですよ、もうこれはあくまでも個人的な意見なんで、皆さんのね、意見も聞きたいんで、コメントの方にね、また寄せてください。で、よかったら理由付きでお願いします。はい、ベスト5から発表したいと思うんで、いきます。まずは第5位はこの方です。ウルトラマンレオから大鳥源。個人的なね、感情はね、ちょっとなくそうと思ってこのランキングをつけたんですけども、それでもね、しっかりとこの5位に入ってくれたなと思います。未熟な戦士だったんですけども、諸星団隊長のもとで、厳しい修行を積んで、一人前の戦士になっていくっていう、格闘技を得意としてるんで、この大鳥源っていうのもね、結構ね、アクションがあったりとか、これは絶対レオにふさわしい主人公なんだなと思いましたね。堂々の第5位でした。はい、そして第4位はこの方です。ウルトラマンメビウスから日々の未来。このね、日々の未来もウルトラマンレオ同様、地球上でのメビウスの姿ですね。このメビウスはね、本当に若くして地球に派遣されたウルトラマンなんで、本当にね、何もわからないまま、メビウスも新人なんだけども、日比野くんも新人みたいなね、それがうまく合ってたんじゃないかなと。あまり理由になってないなあまり理由になってねえな、これ。続きまして第3位はこちらの方です。ウルトラセブンから諸星団。はい、もう堂々の第3位だと思います。人間と宇宙人とのなんかこう意見の食い違いとかね、結構葛藤があったりとかして、そういうのをね、すごく演じてて、宇宙人らしさがすごく出てたんじゃないかなと。見た目もね、なんていうかな、男前は男前なんですけど、どこかね、宇宙人っぽさがあるなみたいな、そんな感じがしますね、個人的には見た目で結構選ぶこともあるんですけど、このセブンに関してはね、総合的にこの諸星団が似合ってると思います。これ間違いないですね。はい、第2位は2人いるんですけども、まずはこちら、ウルトラマンから早田隊員です。ウルトラマンっていうのはもう早田隊員なんだっていうのがもう植え付けられてるんで、ある意味その洗脳されてるんで、どうしてもね、似合ってようが似合ってなかろうがウルトラマンなんですよ。わかりますよね。はい、だからね、理由はね、これに関してはね、理由はないです。はい、2位です。堂々の2位です。はい、そしてもう一人はこちらです。ウルトラマンティガから窓か大吾。もちろん演じてるのは芸能人だっていうことを除いても、雰囲気とか、性格とかキャラクターですよね、全体的に見て、ティガの主人公なんだなってすごく痛感しましたね。はい、皆さん、お待たせしました。第1位の発表です。堂々の第1位はこの方だ。ウルトラマン太郎から東光太郎です。はい、もうこれはね、もうダントツの1位ですね。爽やかな顔でスタイルの良さ、こう正義感はあるんですけども、どこかおっちょこちょいでちょっとね、はしゃぐとこがあって、こう子供に好かれるみたいな、今の時代ね、ああいうタイプのキャラクターってね、いないと思いますよね。もちろん演じ分けてる篠田三郎さんが男前やしね、いい演技もしてるんですけど、なんていうんですかね、しっかりとね、太郎を演じてるっていうか、こう見ててね、憎めないっていうかね、なんていうんですかね、この1位に関してはね、全く迷わなかったんで、多分ね、僕と同じ意見の方もいるだろうと思われます。ぜひですね、皆さんのランキング第1位を聞かせてほしいです。はい、5位以下のランキングはこちらです。マックスとかもね、キャラクター性がね、もうすごく高かったですね。あとコスモスとかね、武蔵隊員もですね、しっかりと優しいウルトラマンコスモスに合ってるんじゃないかなと思います。これはあくまでも個人的な意見なんで、
ぜひね、皆さんの意見を聞かせてください。お願いします。ということで、また次回をお楽しみに。じゃあね。光る巨人 TV は毎週月水金に動画更新をしてます。土日も頑張ります。画面下のチャンネル登録ボタンでチャンネル登録をして光る巨人ファミリーになりましょう。